お電話ありがとうございます。NTT 西日本です。お待たせいたしました。NTT 西日本 IP コールセンター担当の野沢でございます。12月15日の引き落とし の、 電話の料金なんですけど、はい、14,860円なんですけど、ちょっと高いんですけど、はい、これ通話料金ですか？それ入れます。お調べしてみますので、お電話番号をお伺いしてもよろしいですか？ありがとうございます。おそれ入れます。お支払いはどのような形にされていらっしゃるんですか？ご口座の引き落としですか？ええ、そうです。どちらの銀行ですか？はちょっとわからないんですけど。そうなんですね。かしこまりました。で、そのお引き落としが1,860円です。ちょっと高いんで、いやもうだいぶ高額なんで、これこんなに使ってないと思うんで、なんで通話料金ですかこれ？こちらでですね、お調べすると お電話番号でお調べすると、え、14,811月分ですね。いやいや違います。あ、そうです、はい、12月15日の引き落としです。ああ、そうですか。はい。それでも、通話料が1万1,000?1 万1450円。450円。はい。あと、基本料が1,550円ですね。ええ。それと、屋内配線使用料が60円と、ええ、ナンバーディスプレイが400円と、ええ、普通 の、 ダイヤル通話料が297円。ダイヤル通話料ってどういうことですか？通話料ですね。通話料が、携帯電話の会社の利用料が11,450円ですね。普通のうちにお電話されたのが297円ですね。え、いや、携帯の電話ってどういうこと？うち携帯ないですよ。どういうこと？これ、だって固定電話の料金でしょ？固定電話から。あのですね、うち郵便止められていて請求書届かないんですね、はい、それで請求書見てないんですけど、引き落とししか見てない、口座しか見てないんですけど、口座の引き落とし通帳しか見てないんです、はい、それでどういうことですか？その携帯っていうのは、それ携帯にかけられた、あ、かけた、あ、かけたんですか？先ほどのダイヤル通話料は、通常のお家のお電話ですね、297円です、で、携帯会社でかけられたお電話が11,450円です。携帯どこにかけたんですかね？それはわからないです。お客様が携帯にかけられたお電話ですので。いやいや、でもかけた先わからないんですか？はい、それで言いますが、料金について詳しく聞いていただける料金センターの番号ではご案内してもよろしいですか？こちらの受付になりますので、いや、料金にかけたっていう、料金センターの方にお問い合わせいただいた方がと思いますので、その料金っていうセンターっていうところはどこにかけたかもわかるんですか？それは通話料金の番センターですか？いや、何言ってるんですか？ですね、その電話料金があんまり高額なもんで、この架空請求じゃないかと思って確かめたいんですけど、料金センターにかけたらわかるの？料金については料金の方にお問い合わせいただければと思います。こちらは受付の窓口でございますので。その料金センターっていうのは何を説明してくれるんですかね？そしたら、その受付っていうのは、じゃあそこにつなげてはもらえないんですか？そこにはつなげてはもらえないんですか？はい、担当が違いますので。担当が違うって、そこ受付なんでしょ？だって受付ですので、受付でしょ、そこ。受付だったら、その担当のところにつなげりゃいいじゃないですか。おつなぎはできませんので。いや、別にその料金センターじゃなくてもいいですよ。こっちは料金が高いもんで、架空請求じゃない、あ、この、その、ほんじゃ、その、
料金センターの電話番号は何番ですか？はい、0800。0800。うん。333。うん。5550でございます。5550。で、そこは何？そこは何の受付なの？うん、そこは何の受付なの？料金センターの番号でございます。じゃあそこそこ、あなたは？あなたは何の受付なの？私は窓口の。そうですよね。はい、窓口でどっかにつなげるんですよね。番号を案内するんじゃなくて、どっかにつなげるんでしょ？いえ、番号をご案内させていただいております。番号を案内するとこなの？そこは。か、じゃあ架空請求の問い合わせをどこにすればいいの？架空請求。かけた覚えがないのに、かけたことにされてるっていうのはどこにかけてればいいの？ですが、料金のお問い合わせですので、料金のお問い合わせの番号でお問い合わせいただけると思うんですけど。うん、じゃあ、わかりました。料金センターにお問い合わせください。9時から5時までのお問い合わせでございますので。はい。申し訳ありません。はい。よろしくお願いいたします。はい。ございます。NTT ファイナンス料金センター杉浦でございます。先月の料金なんですけど、はい、14,860円なんですね。はい、これちょっと高いんで。あ、そうですか。はい、一回ちょっと中身のご案内ということでよかったでしょうか。ええー。はい、わかりました。一度見させていただきますので、まずは該当のお電話番号をお知らせいただけますか。はい、ありがとうございます。今11月請求分14,860円の中身ということでよかったでしょうか。で、中身はもう大体わかるんですね。さっき、受付の人に聞いたんで、はい、出てわかるんですけど、はい、ちょっと高いんですね。高い。通話料で固定電話から固定電話からなんです。携帯にかけられた通話料でお心当たりがないということですかね。まあ、いやいや、かけだけど、ちょっと高いんですね。ちょっと高い。あとですね、あとそうであれば、もうこれ一回通話記録を NTT 西日本という大元契約元に番号を言いますのでお伝えしていただければ、これだけちょっとかけた覚えがあまりないんだけどということをおっしゃっていただければ、発信記録など通話明細など確認しますので、番号をちょっとお伝えしてもよろしいでしょうか。で、ですね、さっき116にかけたときは、そこの受付の人がここに電話 するように言われた。ここで全体の金額の請求書を作ってる会社なので、お客様が何月何日にどこへかけたかという通話の細かな記録自体は、もういや、それ言ったんです。それ言ったんです。そこの料金っていうところで全部カウントしてるんですね。なので、そこの詳しい、お客様の通話明細が確認が取れるというところの証拠をご案内しますので、もしもし、はい、これたらい回しですか。さっきですね、はい、さっき116にかけてですね、どこにかけたとか、そういうことを質問したら、ここにかけるように言われたんです。それでそこにここにかけたらまた別のところに、もうかけますけど、かけますけどね、わからないんですが、いやいや、かけますけど、たらい回しの、まず架空請求の、それにそこにさっき116にかけたときに、架空請求じゃないですかっていうことも質問したんですね。架空請求の、はい、問い合わせどこにしたらいいかっていう、はい、ちょっと高すぎるもんで。そしたら、ここにかけるように言われたんですけど、もういきなり、なんかまた別のところにかけてくれって言われたので、たらい回しかなと思ったんですけど、まあいいですわ。まあいいです。まあいいです。まあいいです。ほんじゃ電話番号言ってください。申し訳ございません。いいです。ダイヤルをお伝えいたします。どうぞ。0120の、はい、7474の7474、はい、はい、88、88、固定電話から携帯にかけられた通話料で通話の発信記録確認したいとおっしゃられると、担当の者から折り返しを調べしてお電話が入るという、そういう携帯になってくると思いますので、はい、わかりました。そちらの方にお申していただけますでしょうか。はい、はい、お手数おかけいたしまして申し訳ありません。はい、よき、お電話ありがとうございます。 NTT 西日本料金センター岩田でございます。先月の料金、電話料金なんですけど、はい、ちょっと高いんで、はい、調べてほしいんですけど。
りますが、カッコ00から始まるお客様番号かお電話番号をお願いいたします。では先月のお電話料金ということをお伺いしましたが、こちらは毎月の請求月題目でいきますと、平成28年の11月ご請求分でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらですと合計が14,860円のものでございますか。ええ、それでですね、通話の方を調べてほしいんですね。あの携帯にかけたのと、はい、あの普通の家にかけたのと、どっちも高いもんで、はい、あの200に普通の家にかけたのも220円、220円でしたっけ。こちらが297円ですか。297円も高いんです、はい、そんなにかけてないんです、はい、まあ30円とかそこらそんなくらいしか、多分多くてもですね30円ぐらいしかかけてないんで、あと携帯の電話もちょっと高すぎ、11,450円でちょっと高いんで、それで何がわかるんですかね。はい、まずかけたところわかります。そうですね、あのかけた場所なんですけれども、例えばあのお客様で、現在いや、わかるのかわからないのかどっちなんですかね。そうですね、あのかけた場所はわかるはわかるんですけれども、もしあのきちんと知りたいということであれば、あの通話明細の申し込み書というのが、あのですね、そんなのはあの裁判、もしかしたら裁判にするときにするかも、訴えるんだったら多分そういうのもあるで分かるんで、そんなもん請求する必要ないんですけど、はい、まあ別にこっちも分からなくてもいいんですけどね、絶対かけてないんで、架空請求なのは間違いないんです。かけた覚え、まあかけたけどそんなにはかけてないのは間違いないんです。高すぎるんです。高すぎるんで、まあ別に教えてくれないって言うんだったら別に教えてくれなくても、あのもし後でもう訴えるなら、その訴えた時に分かると思うんですけど、あの一般の家にかけた時ものも297円っていうのもちょっと高すぎるんです。申し訳ございません。もしかしたらね、うちにかかってくる電話をなんか請求されて、それだったらなんかあの分かるんです。うちにいたずら電話ばかりかかってくるの、調べてみられれば分かると思うんです。いたずら電話ばっかりかかってくるもんで、その値段だったら分かるんです。そんだけ請求が あのそんだけの金額だって言われても分かるんですけど、うちからは絶対かかってないんで、これ絶対架空請求なのは間違いないんですけどね。で、まあ、そしたら、何分かけたかは分かります？そうしましたら、あの、私から通話の担当の方に、お客様からお申し出があったというふうに、手配を取ります。この担当から。いや、何が分かるのか今聞いてるんですけど、その時間は分かりますかな？どこにまあ、どこにではなくてもいいんですけど、例えば携帯に何分かけたっていうのは分かります？全部で。全部で携帯に何分かけたっていうのは分かるんですかね。それも分かる。それも明細請求しないとダメなんですか。それも教えてもらえません。じゃあそこで何が分かります。言って、そしたら今電話してこっちは架空請求をもう取られちゃったんでね、もう口座引き落としなんでもう取られちゃったんです。それ返してもらいたいんですけど、まあかけてないんでね、架空請求なの間違いないんで、絶対にかけてないから、かけてないの間違いなく、一般の家に297円も絶対にかけて、30円ぐらいはかけたけど、277円も絶対にかけてないし、携帯電話に、まあ、携帯電話でも何百円ぐらいだったらわかるけど、何万円もかかるような電話なんかしてないもんで、こう、まあ、今、あの、ここに何がわかるんですかね、今。携帯電話に何分かけたぐらいはわかります？あなたはまず、あの、受付？そうです、そうですか。じゃあ、今から、あの、通話の担当の方に、お客様のお申し出内容をお伝えをいたします。そこの係のものから、あの、折り返しですね、回答を差し上げる形でよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。では、あの、平成28年11月分としまして、あの、固定から固定にかけられた料金ですとか、そう。そう、通話の方を調べてください。それから、10月のも調べ、あ、11月、10月分も調べてください。ちょっと10月分もちょっと高いんで。あ、それでですね、10月分なんですけど、10月分、あの、10月に、9月にキャッチ本じゃなくて、ナンバーディスプレイの申し込みしたんですね。大変申し訳ござ
こちらで記録の管理をしているのが、近畿2ヶ月分でございますので、はい、12月分と11月分、こちらのみになってしまうんですが、あ、そうなんですか。でもまだ12月分は引き落とししてないでしょ。では、もし記録が残っていれば、お調べをするという形でよろしいですか。はい。はい、ありがとうございます。では、担当の方に11月分のご請求と、もし残っていれば10月ご請求分、こちらの2ヶ月分のお調べをしたいというふうに申し出させていただきますので、その際、回答を折り返しするご連絡先をお願いいたします。今の、さっきの電話番号をお願いします。ありがとうございます。では利用状況について回答するように、手配取りますので回答お待ちくださいませ。わかりました。はい、ではお問い合わせありがとうございました。はい、またです。失礼いたします。はいはい、もしもし、はい、NTT 西日本東海料金センターの樋口と申します。よろしいでしょうか。はい、そうです。はい、失礼いたしました。お待たせしました。はい、先ほどお問い合わせいただきましたデータにかけた分の通話料金ということですね。こちらお調べさせていただきました。はい、はい、10月16日から11月15日なんですけども、はい、合計で42回の通話がございまして、その合計金額ということになるんですが、はい、はい、特にですね、まあ、1件2620円と1回だけかかったものがございますので、こちらが大きかったんではないかと思うんですが、それでですね、はい、それと、固定電話同士のやつはいくらですか。それ10月分ですよね。今申し上げたのは、10月16日から11月15日のまでのものの携帯かけていただいたご料金ですね。それ10月分ですか。11月としてご請求がいっているものになります。ああ、11月分ですか。はい、11月分が40件。42件42件で何箇所っていうのは分かります。こちらがですね、お客様が、全部の番号が登録できるようになってないものですから、頭の09しか分からないですね。でその42件のうちの、ほとんどでして、あとが090 2箇所ですか。そしたら二箇所。という番号にかけていただいていて。ああ、二箇所ですか、そしたら。そうですね。八通話が。で、固定電話同士はどう、あれ、どうですかね。固定電話ですか、ちょっと待ってください。固定電話はちょっと調べしてないので。件数もじゃあ教えてください。件数教えてください。はい、件数は20件ご利用いただいてますね。ああ、そうなんですか。はい。あと、時間はもうわかりますか。はい。どういたしまして、1件ずつ申し上げればよろしいですか。じゃあ、合計でいいです。合計の時間ですか。ええ。合計の時間ではちょっと。あ、まあいいです。おっしゃる。20件ですか。で、かけてないんです。はい。かけてないです。かかってきたのは、かかってきたかもしれないけど、かけてないです。それでですね、はい、それ、確保請求なんですけど、絶対にかけてないんで、そんなに。あ、その20件もということですか？1件しかかけてないです。まあ、多くて、まあ、1件は間違いないんですけど、はい、まあ、20件はないんで、それ確保請求なんですね、それ、どっちにしても、もう、携帯電話も全部。その、200、もう、固定電話同士のやつでも、かけたけど、1件はかけたけど、はい、まあ、多く、まあ、多くて3分ぐらいなもんで、はい、何十円なんですね。3分だったら30円ですかね。10円ですか。1回かけただけ、1回か、あ、2回、まあ、いや、どっちにしても297円はちょっとかけてないんで、かけてないです、それ。あ、お客様かけたことない。かけてないんです。かけてないものをかけたって請求
されてですね、普通だったらそんな無視するんですけど、取られちゃったんです。あのこれ通帳引き落とし、あの通帳に載ってたんで、もう引き落とされてるんです。はい、はいはい、ちょ返してください。あのかけてないんで、間違いなくかけたけど、かけたけど、まず固定電話どうしたら、その20件は絶対かけてないし、はい、あと携帯にもそれかけてる、かけましたけど、はい、1万円もかけてません。11,450円もかけてないです。絶対にかけてないんです、間違いなく。返してください。ちょっとかけてない分は、かけたのはあるけど、間違いかけたのはあるけど、まあ携帯でも多分何百円ぐらいだ、もしそんなかあの長時間あのかけてないですし、まかけてないんです。それで42回でしたよね、かけたの。42回ですよね。42回、1日1回以上かけてますよね。ちょっとね、返して、間違いなくかけてないんです、それ。じゃあ、かけてないです、絶対に。もし、それで、かけてないのにかけたって言うんだったら、それ、あなたたちがですから、あなたたちがかけないと、40何回もかけないし、その金額もちょっと高額すぎるんで、かけてないものかけたなんて言うんだったら、それ、あなたたちなんです、かけたのは。あなたたち、架空請求、それ。じゃあ、架空請求なんで、返してください。架空請求だったら、ほっとけばいいんだけど、もう取られちゃったんで、返してください。こちらとしては、こうやってシステムに、まあ、前です。あの、わかりました。あの、いいで、いや、こっちとしてはかけてない。もう間違いなくそれかけてないんで、もう、1日1回でもそれ、もうかけてるんで、かけてないです。まあ、お一人でお住まいですか？他の家族の。いや、いるけど、かけてないって言ってます。母が一人いるだけなんで、かけてないって言ってます。かけたけど、さ、1万いくらもかけてない。まあ、いいです。まあ、返してくれません。あの、返してくれないです。返してくれるか返してくれないのか、どっちですか？もう取られちゃったんで、あの、そんなも普通だったら架空請求なんで、ほっとけばいいんですけど、取られちゃったんで、架空請求なのに。架空請求を取られちゃったんで、もう、架空請求の料金取られちゃったんで、もう、返してもらうしかない。普通だったら無視するんですけど、こんなの。払わないんですけど、絶対に。かけてないから。かけた分は払うけど、かけてない分は払わないんでね。で、取られちゃったんです、こっちはもう。返してくれますか？くれませんか？申し訳ありません。だから、架空請求ということのですね、確認を取らなければ、それも調べてもらえます？それも調べてもらえます？なので、申し訳ありません。こちらですね、まずじゃあ、故障してるかどうかの確認をさせていただかなければいけないお話になるかと思いますので。故障、電話は壊れてないですよ。じゃあ調べ、ちょっと待ってください。ちょっと待って、調べてくださいね、そしたら。それ、絶対かけてないんで、まあ調べてください。壊れてなかったら、あの、結局、壊れてたら返してくれます？もちろんです。これが故障です。そうなんですか。じゃあまず故障してるか調べてください。ごめんなさい。故障してるかどうかをですね。今すぐ調べれる？私どもで調べるのではない。こっちから調べてくれって言わないとダメなんですか？はい。どういうこと？そっちで手配してくれるんでしょ、全部。あの、お手配はさせていただけますが、お客様のお宅で伺ったりですとか、そういったお話もございますので、もう、あの、すぐ何時間後ですとか、今日明日という話も、ね。ああ、なるほど。わかりました。はい。はい、あ、外ででもやるんですよね。外で、うちにも、あの、訪問するって言ってるんですけど、外でやる、外なんです。ちょっと待ってください。はい。よろしいですか？どうぞ。はい。そういたしましたら、あの、できればお客様の方からですね、かけてないものが通話に上がってるということで、あの、故障センターの方にお電話いただきたいんですけども、あ、5時から電話しない、してほしいって言ってるんですか？そうですね。まずはそちらから、あの、状況とかお伺いしたいものですから。状況も何もかけて、さっき、あの、言ってるじゃないですか、かけてないって。あなたに言った通りですよ。でですね。はい。故障してたらどうなるか、電話かけれませんよね、故障してたらでも。あの、もしかして、たらい回しですか、これ。故障してたら。たらい回し、これ。いや、さっきもね、まず普通は116にかけると思うんですけど、116にかけたら料金制、00、
いや、0800-333-550にかけてくれって言われました。そこにかけたら、今度、0120-747488にかけてくれって言われました。で、今度、何、またどこにかけろって言ってんの、今度。もう一回し、修理センター、ちょっと番号言って、修理センターの番号言ってくれ。ほんで、その修理センターにまた電話したら、どっかにまたかけてくれって言われるかもしれんから、かけてやるな。かけてやるって。言ってみろ、ちょっと。電話番号言ってみろ。またかけ、どっかにかけてくれって言われるかもしれんけど、付き合ってやっからかけてみろ。架空請求なんだからよ、面白いから、ちょっとかけてみろ。ちょっと言ってみろ、番号。113番になります。え？あ、113だけでいいの？ちょっと待って。113だけかければ、113だけやればそこにかかる？はい。113だけ。そうです。はい。固定電話からかけてたら、ことあれば。携帯からですと、またずっと番号で。うん。わかった。かけてやるって。はい。うん。ここにかければ、かけるんですね。わかりました。はい。通話してないものが上がってるようだけど、故障してないですかということで。故障してない。普通、どういうことです？普通でもさ、故障しとったら電話かからないでしょ。要はコンセントとか何かそういったことで別の番号がかかるですとか、まあ、そういった事例がないとか、あ、普通の、あ、なるほど、普通か、あの、かけてないところにかか、あの、つながるってことがあるの？はい、あの、で、字幕も上げてないのにどっかにかけたことになるってこともあるの？ございます、へえ、恐ろしいな、おめえんところ。それでおめえんところ何、あの、ちょっと待って、そんでおめえんところは何、あの、何、あの、あれなんていうの、メンテナンス料って毎月取ってんだろ。それでメンテナンス料よう取れるな、おめんところ。そんなトロクスやガキみたい、子供みたいな詐欺みたいなことしとって。申し訳ありません。いやいや、故障でなければ、うん、ここ。いや、でもメンテナンス料取っとるだろ、お前のところ毎月。何をですか？メンテナンス料取ってない？そういう、うん、基本料金の話ですか？そうそう、基本料金ってそういうメンテナンスの料金も あるんじゃないの？いや、故障、それで故障することがあるの？それで故障して、どっか受話器上げてね、取ってねえのに、かけたことになって、なることもあるの？なんか、あちこちにかかることってあるの？ただ、こんなように、あの、返すのを読むのに。でもさ、それだったらそれで、わかるでしょ、あんたのところ。何がでしょうか？わからないの？その、例えば、こっちがね、受話器上げてないけど、どこかに繋がってるとか、そういう調べられないの？受話器と取ってないけど繋がってるのはわからない？わからないです。わからんの？はい。あの、お客様の通話を全て、システムの方で記録してるだけの話ですので。ほんで、じゃあなんでそれで故障だってわかるの？それを調べて故障かどうか、なんでそれで、こっちが例えば受話器取ってないけど、どっかに繋がることがあるんだけど、それをどうやってこっちが、あなたのところはそれを調べるの？こっちがかけてないのを、そっちが、の故障でかかったっていうのをどうやって調べる気でおるの？いや、お前のところそんなガキみたいなこと言っとるな。なあ、お前のところ。申し訳ありません。いや、加入権を解散し、ようなあ、詐欺やっとれるな、お前のところ。なあ。かけてね、ほんでお前、これ架空請求だってさ、お前のところ。架空請求。よう、お前らこんなことようやっとれるな、しかし。警察が、まあ、味方なんだろうけど、グルなんだろうけど、ようやっとれるな、お前のところ、こんなこと。な、かけたものをかけたって、ようや、こんなことやっとれるな、お前のところ。普通だったら架空請求なもんで、お前、払うわけでいいんだけど、取られちゃったからよ、こっちはもう。取られたから返してくれって言っとんだぞ。まあ、めんどくせえけど、かけんわ、これ。かけても意味なさそうだで。今のお前と話聞いた、あれ、あの文だと、なんか、かけても意味ないからさ。なんか、やっぱ、たらい回しみたいなんだけど。返さんのか、結局。返さんか、結局。じゃあ、こちらとしては、うん、いや、かけてねえんだって。で、今のお前の話聞いても、故障しとって、なんかどっか勝手にあの、電話、俺のことが、あの、混戦して、繋がったって言っても、どうも分かりそうにないわよ、俺がお前かけたかかけてないかなんて。お前の話聞いとるだけだったら。どうやって調べる気でおるの？で、故障だったら、お前、あの、かからんしさ、そういうなんか回線の故障かどうか知らん、なんかどっか勝手に繋がるような、そんなの、あれも、どうも分かりそうにないしよ。かけても意味なさそうだし。そ
どうすんのこれ結局金。かけてないんだけど、かけたって言われて。架空請求なんだけど、取られちゃったんだって金。返さな。かけた分だけにしてくれよ、お前のところ、詐欺を。ちょっとそれ。調べてさ。かけた分だけにしてくれ。かけた分だけだってしてくれよ。だから先月だろ、まず。まず先月の分と、この 14,860 円、これちょっと高すぎるんで。多分、本当にかけ、まあ多くてもだ、まあ、いつもだいたい1800円から2000円ぐらいの間なんでな。で、10月に、9月にちょっと、ナンパディスプレイ頼んだから、多分10月。9月の28日にナンパディスプレイ頼んだんだけど、それはいつの支払いになるの？それは10月11月9月28日に頼んだ。いつ請求になる？これは9月の今業務料金として月400円はいただいているものになりますけども、うん、だから28日に申し込んだ。はい、もうそれはいつの、引き落とされてる、それ。今毎月もいやだからこう、はい、あれ、申し込むと、そのサービスを始めるのに、なんか最初に工事費かなんかかかるんでしょ。ナンパディスプレイですか。ええ、ナンパディスプレイ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと取り出していただきます。失礼いたしました、ええ、こちらなんですけども、ええ、これもね、ほんでも高いんです、この10月分も。8823円、高いんです、これ。それでですね、まあね、まあ、ちょっとね、ちょっと、どうするこれ。まだ一応調べるの？かけてないんだけど。まあ、かけたで終わらす？まずはでは、その、かけてないというのであれば、うん。ええ、でも、わからんだろ、あなたのさっきの話だと。こっちが受話器取ってなくても、取っても、かけたが。場合は、はあ、通信のその、回線の方に異常があるようなので、そこでわかるようです。ああ、通信に異常がな、あれば、金返してくれるの？そういう話になるかと思います。はい。うん。なかったら返さない？そうですね、こちらの、ま、システム的に間違いがないという話になりますので。例えばね、はい、その通信にその異常がある場合は、どうするの、はい、どうしてわかるのそれ。通信に異常がある。すいません、そういったことちょっと私担当ではございません。ああ、そうなんだ。詳しいお話は、分かった。知らないんですが。で、それどうする、いつ連絡とかある、どうするそれって何、電話で連絡があるのかな、その、なんか手紙。ええ、はい、今後の話についてはですね、またご連絡させてあげることになります。電話？電話？あ、電話ですね、まず。じゃあ、留守番電話に入れてくださいね。留守番電話にしてるんで、ええ、異常がないかあるかで別に、こっちはそれだけでいいです、別に。返さないっていうのを言ってもしょうがない、返す返さないのを言ってもしょうがないんで、調べた結果異常がないっていうんだったら返さないっていうふうに、はい、返さないでしょ、異常がなかったら。全然異常がなかったというふうに言ってくれればいいんで。わかりました。では、ちょっと担当の方にですね、連絡してください。じゃあ、留守番電話にしてるんで、留守番電話に入れてくださいね。留守番電話ですね。はい、わかりました。はい。はい、では担当しました、樋口和江と申します。はい。はい、では、失礼いたします。はい。